こんにちは、はじめまして。現役医者実況主ドクター熱血です。今回からモンスターハンターダブルクロスの実況を始めていきたいと思います。僕はね、モンハンは 2G から始めて、サード、3G、4、4G とやってきたんですけど、クロスはね、買ったけどね、全然やってなかったんですね。で、どれぐらいプレイしてなかったかというと、ハンターランク3。プレイ時間ね、8時間とかでしたね。8時間か9時間でしたね。で、まあなんか最初からやってもいいかなと思ったけど、まあせっかくクロスちょこっとやってたなら、まあこのまま続けちゃおうかなと思いまして、ハンターランク3からスタートします。でクロスをやんなかった理由が、一緒にできる友達がいなくなったっていうことからだったんですけど、まあ録画できる環境にして、まあ、せっかくなんでダブルクロスからまたモンハンをやっていきたいなと思います。でダブルクロスな、てかクロスからそのスタイルとかね、いっぱいあって、クロスの流行りが何だったかとか僕全く知らないんですよね。で自分の装備すら覚えてない。ギザミ式ですね。そう、なんか選べるってので、ブレイブスタイルが新しいんですかね。全く分かりません。特殊許可権ね、これもらった覚えすらない。なんかむっちゃ採取してましたっていう感じの。ひどいな。ああ、操作ブレイブキリ、タメ切りがブレイブ状態のみ。はい。なぎ払い、切り上げ、ガード、前転回避、ブレイブ状態はステップ、ノート、長押しか。長押しか、ちょっと意味がわからない。受け流し。書いてある。Y ボタン長押しでノートアクションを継続できる。ノート継続中は、体力とスタミナを消費する代わり、体力も使うのね。体力とスタミナを消費する代わりにモンスターからの攻撃を受け流すことができる。ノートを継続中に攻撃ボタンを押すことでブレイブゲージがよく溜まるアクションを繰り出す。ブレイブゲージを貯めるとブレイブ状態になる。ブレイブ状態中一定時間専用技を出すことが可能。強ため切り後強なぎ払い、これは 4G とかでありましたね。強ため切りのため段階に応じて威力が変わる。はい。全部ブレイブ状態だね。強ため移動切り。どういうこと？強ため切りのボタン長押し中に A ボタンを押すことで強ため移動切り。やってみないとわかんねえな。高速強ため切り。抜刀攻撃。ブレイブ状態から脳刀状態から高速強、やってみないと本当わかんねえな。ノート継続を絡めた基本的な連携。なるほどね。その攻撃して横殴ってノートをして長押しすることによって貯められるのかな。ブレイブを貯める連携、長押しして、まあブレイブは長押ししつつって感じなのかな。申し遅れました。僕ですね、普段使ってたのは体験でした。 2G から体験使って、サードの時は全部の武器を使って、で4でまた体験使ってみたいな感じでやってました。で 4G でまた全部使いつつってやってたんですけど、とりあえず体験で行っていきたいと思います。まあ、敵によったり、物によって、まあ、装備使い分けるかもしれないんですけどね。どうやって今ハンターノートか。で、前はですね、僕ね、武士道で行ってたんですよ。でもね、
武士道が全然できなくて、避けたはいいけど、もうあさっての方向に飛んでっちゃうっていうね。ため切りができて、ダッシュ切り後に高速、うん、そう、ジャスト回避が面白かったな、覚えてるな。エリアルは、まあ、みんななんかエリアル使いそうかなと思ってなんか使ってなかったっていう。まあそれぞれ試していきましょうか。とりあえずブレイブでいきたいなと思う。ストライカーはストライ一番なんか体型のストライカーはそんな面白くなさそう。なんか一番単純。ギルドスタイルが今まで通りですよね。錬金スタイル、これも新しいやつですね。ため切り投げ払い、錬金ゲージを貯めやすい行為。錬金ゲージって何ですか。縦切りして投げ払いして強投げ払い投げ払い。攻撃自体は、ギルドスタイルと同じ感じなのかな。うん、これだね。マカ錬金タル仕様、全くわからない。こんにちは。もうこいつに最初から聞けば、教官に聞けば最初からだったわ。あ、仮技が3つあるのね。なるほどね。もうね、全く覚えてない。3つ装備専用アイテム、アイテムボックスで通常の狩り技を SP 狩り技、ちょっと意味が分かんないです。 SP 狩り技発動すると同じエリアのクエスト、まあ説明書読むよりもさっさと行っちゃおうっていうね。あー、なんか全くこういうの覚えてなかったな俺。まあ慣れるように慣れろだ。俺今なんつった、まあいいや。総中棍はね全然使ってなかったんだな。周りに総中棍使ってる人がいたから自分は使わなかったな。もう防具とかも全然だろうな。なんか二つなっていうのいるみたいですね。でもうそっからですね、分かってないって。サポートゲージの上昇量におまけ。へえ。お供装備な。はい。何の任務をやったかさっぱり覚えてない。まあ依頼1ぐらいしかクリアしてないという状態ですね。ポッケ村に至ってはゼロですね。ローカルプレイ中の集会場からハンター山地をオンにしているハンターに呼びかけ、作ったプレイヤーのみ。フレンドに呼びかけられるってことか。あ、はいはい、フレセージやりましょう。お供道場、
サポートスキル。うん、何言ってるかさっぱりわからない。まだ全然メンバー、ああいる。あ、そうか、さっきダウンロードコンテンツでグデネコとかもらったんだ。僕はニャッケツくんですね。うん、とりあえず一回クエスト行ってみるか。本日の調査対象、これはリアルタイムでってことなの？まだブブーだ。あ、報酬アップドドブランゴって書いてあるね。全然やってない。まあこれぐらい、これぐらいやってないよっていうね。まあクロスとかもね、触れてない人もたくさんいると思いますんで、まあちょこっとずつやっていければなと思います。あとはですね、まあ生放送しつつやったりとか、同時進行でね、やっていきたいと思います。何分ぐらいできるかな動画。まあ、ポッケ村行ってみるか。なんか赤くなってるし。懐かしい。ボートデムテに 2G から始めたんでね。もうここに何時間いたかっていうね。飛行船じゃない、飛行船じゃない。剣のとこな。うん、農場の奥だったよね。何も手に入んないのか。ん？農場はないと。ばあちゃん。特別お供の雇用。あー、これダウンロードコンテンツのやつだ。みんな入れたろ。音楽が懐かしい。おお、お部屋。札すらなんもないな、これは。調合書は4まである。俺さ、この鋼のとか銀のとか全然使えないんだよね。ずっと取っちゃう系なんだよね。あ、スタイル、すげえ。3つ選べんの？どうしよう。
上画面しか映せてないから、下画面、絶対回避、体をひねりつつ回転して回避を行い、その場から緊急脱出、長い無敵時間を持ち、発動後は必ず武器をノートした状態、ヒールゲイン、気合の入ったポージングに自らの治癒力を、促進させる、微妙だな。エスケープランナー、短い間息を止めることによって強敵から逃げるとき、卵の運搬のとき、消費をゼロにする、まあ、これもいらない。ジュリアル体験の、切っ先を地面に擦りながら前方へ走り、勢いよく剣を振り上げ、衝撃波を発生させる豪快な狩り技、振り上げと衝撃波の両方をヒットさせることが大ダメージ。これの地消山2、1と比べ衝撃波が強力になっており、複数の敵を巻く、そしたらこっちの方がいいじゃん。R ボタンで SP カレーザの装備、うん、ごめん、何に意味が分かんない。あ、1個しか装備できない。体を支点として体験にて眼前をなぎ払い、斬撃に込めた荒ぶる気を剣とともに自身へと収める技、次の一撃の攻撃力が上昇する。これゲージ、狩り技、必要狩り技ゲージ力極小、これがいいかな。1個しか装備できないのな。こいつは、気合とともに体験を掲げ、力を貯めて自身が指定した方向へ切り下ろす技、技の発動中に攻撃を食らった際は決してひるまず吹き飛ばず、そのダメージを反撃の力として威力を上乗せる。なんかこれ強そうだけどね。まあこいつでいいや。雪山、はい。ん？ポッケもこれかな？どうやって受けんの？ちょっと待って、ボタンがわからない。ここでか。さっきのこれかな。20分、まあまあ一定やろ。何も持ってねえけど俺。ペイントもしまっちゃおう。ギアノスたちを討伐せよ。10頭だって。これ地味に時間かかるやつかな、もしかして。あ、飯食い忘れた、猫飯。懐かしいなこのマップ。とりあえずノートアクションを試したい。すんげースタミナ減った。そしてダメージ、おー、ぶねぶねぶね。ゲージ増えたんかな。あ、ここにゲージあった。
持ってくんの忘れたな。大丈夫、覚えてるよちゃんと覚えてる。痛い。でこれでさ、これでダメか。ああそうか、なるほどね、疲れちゃうのね。切り上げもできないの。あ、できたできた。溜まった。ここ無限湧きかな、早くも仮技届いてない。違う違う、ここでジュッといけそうだな。来た来た。お？あれ、いつからブレイブなんだ？あ、このゲージ？左上のゲージか。なるほど、あ、ずれてしまった。おー、すげえ。ため切り超早い。すげえ。避けんの？なるほどな。なるべくブレイブを維持したいな、これは。さっきから。これ頭に当てて。あ、そうか、ため中に避けられるんだ、なんか。え、あれ、 A ボタンって書いてなかったっけ。これか。来ないかな。よし、いる。で、ブレイブゲージがちょっと消えたと。貧乏症だからさ、ちょっと採取したくなっちゃうんだ。ブレイブじゃないとためらんないのか。あ、そうか、これで攻撃来い。疲れる。あダメだ。なるほど。え、これさ、競争薬飲んだらどうなんの。やっぱりその時は減るんかな。
まあ、一つクエストを言ったんで、今回はここら辺にしたいと思います。今後ですね、まあちょっとどれぐらい、そのね、モンハン実況とか俺見たことがないから、みんなどうやってるか知らないんだけれども、まあ、まあ適当に、生放送と並行してっていう感じでやっていきたいと思います。生放送の方は、基本的にはニコニコ生放送の方でやっております。最後のところに、コミュニティとかを貼っておきますんで、そちらの方からよかったらお越しください。そして、切実に手伝ってくださる方募集です。まだ、ほんと装備すら整ってないんで、ハンターランク上げとかいろいろお手伝いお願いします。はい。これから久々にまたモンハン頑張っていきますんで、よろしくお願いします。ガチハンター目指して頑張ります。それでは今回はここまでです。以上ドクターネッケツでした。お疲れ様でした。